私、あなたのこと考えてた。なんでこんなことしたのか。平凡な主婦が起こした巨額横領事件。それはたった1万円から始まった。どっかの営業の方ですよね。若葉銀行の梅沢です。どうも。仲悪いのか旦那と。ダメですかね、一瞬借りて戻すとか。使わないお金なんてちょっと借りてもお客さん意外と気づかないと思うんですよね。最近やたら残業多いし、おかしいだろ。今辞めるわけにはいかないの。それぐらいの仕事してるの。私もお金触ってるともう変になるし。彼女が関わった所存の証書だけが紛失してるんです。200万はどこにいたんですか。200万だけなの。本物に見えても本物じゃない。初めから全部偽物。羽の水かい。普通の幸せを捨ててまで手に入れたかったもの。それはあなたはしたんでしょ。私には想像もできないようなこと。神の月。彼女が選んだ衝撃の結末。